はい、どうも天の声です。今回は、この黒缶のコースとかを見ながら、この天の声が例えば黒缶の意図であったりとか、なぜ強豪校は黒缶とか山にこもるのかっていう、効果的な意味とか、あとは自分の高校時代、大学時代の夏合宿の思い出を話していけたらなと思います。今回霧ヶ峰のクロスカントリーさっき ND の安藤さん、あ、はい、そうです、そうです、あの、チラシが飾ってありましたけど あれが同期です。あー、なるほど、なるほど。今日は黒缶で20キロ走ります。霧ヶ峰黒缶、初めてですね。来たことある？ないです、初めてです。初めて。なんかあっちがめっちゃ登りそうやね、スキー場の方。いやー、やばそうですね。なあ、だからとりあえず、昨日ある程度スピードとか入れて、いい練習できたので、今日は距離走の位置づけで1周目だけちょっと GoPro つけてどんなコースかを、見せながら走って、2周目からはちょっと真面目に走ります。よろしくお願いします。お願いします。大丈夫だった？今ちょっとこけましたもうしんどいもうこの道がしんどい すげえ。最初は多分すぐなんで、行きますか。いってらっしゃい。はい、スタート。はい、ということで、黒缶コース走っていきたいと思います。で、これ後で分かるんですけど、すごい、ね、1周4キロを喋ってるような、ちゃんとした黒缶、ちゃんとした黒缶だそうです。はい、キノコも生えてました。うわ、体重、体重いね。朝、確かに朝やし。そうなんですよね。朝一の、これ練習で、前日1000プラス6000変化走プラス、800m の、勝負企画やりましたので、で今日初めて霧ヶ峰黒缶来ております。で、そうそう、1周4キロのコースだと思って走ってたんですけど、どうやらさっき映ってた砂のトラックの競技場も含めて4キロ、本当は降りてきてあそこも回るんですけど、ちょっと初めてで、ね、コース分からなかったので、その砂の競技場行かずに今回走ってしまったので、3.6 キロぐらいっていう、なんかちょっと本来とは違う距離になってしまっていました。はい、この霧ヶ峰がすごい、足場も整備されてて、なんか使用料として70円ぐらい払うんですけど、やっぱりお金払ってるからこそちゃんと整備してくれてる、走ってる途中でなんか草刈りしてるおっちゃんに会うんですけど、そういう人たちが整備してくれてるおかげで、非常に綺麗な黒缶コースとなっていました。きつい、きついそうです。ここ画像、動画で見る限りは上がってるかなって思うかもしれないんですけど、走ってるとめちゃくちゃきついです。やっぱりその黒缶の意味としては、まず一つ目はそのアップダウンがあるので、結構簡単に心肺、ブヨズマックス、心臓に負担をかけれるっていうところで、この上り本当最初キロ5とかだったんですけど、もう簡単に心拍150とか、2周目3周目とか160近く上がるぐらいで、キロ5でもそれぐらい上がる、めちゃくちゃいい練習ができました。はい、ということで、1つ目はその起伏があると。で、2つ目は足に負担が少ないってことで、やっぱり夏合宿特にロードで結構走ることが多いので、黒缶のこのウッドチップのコースで、できるだけ足に負担が少ないように走ることができますと。
い、結構登ってますね。あの軽トラのところが草刈りをしてくれてるところでした。ありがとうございます。でも草刈りしてる人もいきなり人現れたら怖いでしょうね。あ、草刈りしてくれてます。この一周とは思えない息遣い、気づいてくれてるのかなってちょっと怖かったんですけど、はい、ギリギリセーフでした。さあだいぶ山のコースを抜けてきました。いいっすね、この山の大自然の中走れるっていうのはすごくありがたいっすね。すごいリフレッシュできます。もうすぐ登ってきて、おお、めっちゃ綺麗よ。こっちか。めちゃくちゃ綺麗で。すごい。めっちゃ綺麗。この川内さんもここで最近練習してたでなんかインスタに上げてましたね。ツイッターが、はい。でまあ、夏合宿自体は僕神奈川大学の時はここのすぐ近くの白樺湖とかあの女神湖とかこっちの方で練習してまして、なので結構近いんですけどこの霧ヶ峰まで来ることはほぼなかったですね、はい、なので白樺湖の、まあ、外周だいたい1周4キロぐらい。すごい景色、めっちゃ綺麗ですね。こんな大自然の中を走ることができるコースなんて気持ちいいね。なんかハウルの動く城に出てきそうな丘ジブリ作品とかなどと言っております。はい、1、2時合宿がその白樺湖のあたりで、大体3、4時合宿ぐらいがあの菅平に行ってまして、その菅平の方でサニアパーク、そこが3キロかな、曲がったらもしかしたらちょっと名前忘れたんですけど、菅平の時は結構クロカン練習もやってました。確かに1キロ目4分50ね、めっちゃきつかったね。らしいです。まあコーチやから余計にきついね。でそうそう、なんでその、大学強豪校が、まあ、夏合宿山にこもるかっていうと、やっぱり一つ目はそのコーチ合宿、酸素が薄いところで、まあ、練習するっていう意図があるんですけど、まあ、ただ実際日本とか、まあ、この辺りはだいたい標高1000メートルとかですかね。なのでその高地特有のその酸素の薄さとかはあまり期待できない。ちょっとこの辺論文ちゃんと読んでないので詳しくは言えないんですけど、そこまでその効果が大きいとは言えないらしいんですね。ただじゃあなんでそれでも山来るかっていうと、一番はすごい涼しい、めちゃくちゃ涼しいので、だからここで、まあ、ポイント練習とかその暑いところでやるよりかは、まあ、質が確保できるっていう側面の方が結構大きいのかなとは思います。まあ、あとは本当走りに集中できる環境っていうのもすごく大きくて、やっぱり寮とかにいるとどうしても誘惑があったりとか、例えばコンビニが近いとか、まあ、いろんな誘惑があるんですけど、まあ、ここで集中して、まあ、陸上だけに取り組めるっていうのもすごく、まあ、この山に登る理由の一つかなと思います。まあ、ただその心肺に関しては、まあ、たった 1000m とか
ったとしても結構きつくて、その夏合宿によく、うわきつあそこをね、登るきつ、ちょっと動画では伝わりづらいな、ここの登りめちゃくちゃきついんですよ。びっくりするぐらい、もう足止まってますね、これ一周目から。なんか Windows の昔のパソコンの画面に出てきそうな丘なんですけど、はい、めちゃくちゃきつかったです。ここ登り切った時のね、景色がすごい綺麗で、走っててよかったなって思うコースになりますね。はい、でそうそう、その合宿にそう治療してくださる治療院の方がよく帯同してくださるんですけど、合宿の後半、特にですね、4次合宿まであるんですけど、4回目とかになるともう呼吸筋というか、4分26肺をすごく酷使するので、結構上半身固まるんですよね。だから針治療もしてくださるんですけど、もう足に打たれないみたいな、足に針打たれず、もうずっと上半身を治療してもらうってくらい、やっぱり1ヶ月近くいるとだいぶ肺とか上半身が疲れてくるかな。逆に下半身は結構ちゃんと走り込めてたので、そうですね、そんな心配されることなく、むしろいい足してるねみたいな褒められることが多かったですね。はい、高校の時は大山合宿鳥取に行ってまして、もう思い出すだけでもちょっときついんですけど、西秋合宿とか西秋高校とか、結構いろんな強豪校が集まる合同合宿を、まあ、3回ぐらい、3日間か3泊4日、4日間ぐらいで合宿を行ってました。でその時はそのスキー場みたいな黒缶コース走ってて、もうほんと地面は芝というか草が生えてるところなんですけど、そこめちゃくちゃきつくて、キロ4ぐらいで基本走るんですね。なのでそのやっぱり脚力もすごく鍛えられるんですよね。だから足に負担は少ないとはいえ、そのちゃんと蹴って走るとか、まあ、坂、特に坂上がるときに、まあ、足の筋肉が鍛えられるとか、あとは、特にリズム感とかですね、まあ、走ってて特にロードとはまた全然違う足場になっているので、その結構実際問題、足首捻挫しやすい人とかも多いんですよね。だからそこの辺はまあ併合感覚というかも鍛えられるっていう、だそこは本当特に上りとかリズムでこうポンポンポンと上がっていくっていうのがこう自然にできる、練習になっていました。なので一応位置づけとしては、ロードでやる距離走とか、例えば、まあ、この練習ですと、まあ、前日ポイント練習でスピード練入れてるので、そのスピード練習の後の次の日のジョグを、まあ、距離取りつつ足に負担少ないように黒缶で走るみたいな感じになってます。特にスピード練習とかだとすごいふくらはぎとか使うと思うんですけど、ちょっとまた違う筋肉を、これ右、あ違うな、まっすぐか、これまっすぐです。はい、これは、そうそう、その違う筋肉を使うことで、まあ、よりその合宿の強度が増すというか、やっぱりずっと同じ筋肉使っててもリカバリー追いつかないですし、もう危ないな。足とか肺を鍛えるだけじゃなくて、あと体全体を鍛えるっていうのがやっぱり合宿の醍醐味になっているので、風呂缶とかも使いながらいつもとは違う練習をするっていうことになります。
にケニアの選手とかはやっぱり不整地を走ることがすごい多いので、それで自然と脚力鍛えられたりとか、あのいわゆるフォアフット、実際走っててもこう自然とフォアフットになる走りがクロカンっていうのは結構できやすいので、特にその僕は結構クロカンはやっぱりロードじゃない分結構薄めの靴を使ってて、この時もハイペリオンエリートを履いて走ってて、一応それはまあスピードレーン用のちょっと硬いカーボンが入ってるシューズなんですけど、それで走ってました。昔とかだとタクミセンとかアディアスのそれぐらいの薄い靴でも結構いいかなと思います。むしろこの地面をこう捉える練習ができるので、結構プロカンは薄底とか固めのシューズがまあおすすめです。そうこうしてる間にだいぶ戻ってきまして、この日はもうほとんど他の方いらっしゃらなくて、7月、そうですね、平日だったんですかね、そう、もうほぼ貸し切りみたいな状態で走ることができました。ここで本当は右に降りて競技場をぐるっと回って一周4キロなんですけど、ここですね、ここじゃないか、もうちょっと、そう、でもちょっと右に曲がらずに左に曲がってしまったので 3.6 キロ、本当は1周4キロで5周して20キロ行く予定だったんですけど、まあ、5、3、15、16キロぐらいでちょっとまあ練習を終えるっていう形になりました。おお、もう帰ってくるの？4キロない、ないね。そうなんです。はい。ということで、こんな感じで練習をね、やってましたっていう。僕が一緒に練習しているヨッチですね。ヨッチと言います。彼結構いい走りするんですよね。あ、足かいかったかな。かいかった。あ、大丈夫。山めっちゃ山ですね。ヨッチもね、踏み立ってもらいながら、きついね、きついこれでカーさんちょっと風で聞こえないですね。自分も20キロいきます今日。ランニング歴1年ぐらいって言ってたんですけど、多分戦後だったら4分切るぐらいの力はあるかなっていう。でこれからどんどんロングにシフトしていくと言っていました。またこの日はね、ちょっと途中でリタイアするんですけど、まあ、僕もですけど。きつい。さあ、10キロ、ズドン。はい。4分30で精一杯。きつい。いや、いい練習ですね、本当に。もう気づくて何も言えない。きた、きついところ、一番きついところ。きつい。ちょっと
まあ膝に違和感まではいかないですけど、だいぶ来てるので、ちょっと10マイル10マイルまで。はい、ということでちょっと音声乱れてるので最後またアフレコになるんですが、合宿2日間これにて終わりとなります。こんな感じでこれから合宿したりとか、よりいろんなランニング、挑戦したりとか、企画やったりとか、面白いこと挑戦していくので、ぜひお楽しみにしてもらえたらと思います。この後ちょっと足痛くなりました。はい、ということで次回の動画もお楽しみに。ではまた。